9時ですね。どこ行こうかなと思って、ある程度もこの辺見てるから、以前もね、どこ行こうか考えてますね。竹田城でも行くかなと思って、竹田城を見るにはなんかなんとか京っていうとこから見た方がいいのかもしれないね。ただそこは30分の歩かなきゃいけないっていうとこみたいで、ちょっと考えてる。30分歩くのかと。でも竹田城を見てみたいよね、天空の城ね。まあマチュピチュのように見えるんだろうけど、よし。で、大分のね、旅してるライダーの人をね、30分くらい喋ってた30分くらい喋ってたよ。結構ね、まあ俺より年上の、一回りくらい年上の人なんだけど、もういろんなとこ行ってんだな、すげえなーっていうあれで喋ってました。ねえ、まあ、俺行ったとこもいっぱいあったし何回旅してもまた気づくと行ってないとこいっぱいあるんだよなっていう話をして、病気だよねって言うから、ああ病気ですねっていう話をして総員海岸国立公園鳥取砂丘へようこそ。鳥取市鳥取ゴルフクラブ展望レストラン、サイン近畿道無料化ご先祖です。はい、乗ってくよ、俺は乗ってくよ、よし。じゃあ兵庫県突入国道9号ようこそ。田島だよね、あれ。お腹減ったんだよな。山登りする前に飯を食べようか。村温泉。あ、そういえばね、ヘルメットおじさんで今回の旅で俺はダイエットをするって言ったけど、腹回り10センチ以上痩せた。真面目にベルトがね、すごいパッて気づいたら、あ、こんなにベルト長くなったっていうか、こう、ま、回るようになったっていうかと思って、10センチ以上だよ、このくらい 10センチくらい、15センチまでいかないでしょ、十何センチ。うわ、腹回りがメタボリックな腹がね、なくなりました。リバウンドしないように気をつけようね。コインスナックコーナーって、いや、あのレトロ自販機あったんだよな、あそこで泊まればよかったな、うどん食いたかったな、レトロ自販機のな。あら、出た、まだカニだ、さっきもカニのマークあったんだ、日本海ドライブインやって、松葉ガニ水揚げ日本一、村岡温泉、いや温泉も綺麗な、神町ですよ、兵庫県。道の駅ファームガーデン村岡だ。あ、疲れたね。あら、残り47分で着くんだな。残り47分。マスクしてる。立島牛のスゴマンっていうの300円で売ってた。からしつくんだね。よし、こんな感じ。からしってつけっと前のかな、俺今まで肉まんってあんまからしってつけたときないけど。
今からしつけたんだけどね、うまい。田島牛すごまん、うまいですよ。懐かしいな、この橋。ぐるーっとね、ループする橋ね。懐かしいな、もうな。通ってないもんね、前来た時ね。多分、山陰近畿道とかビヨーンって来たんじゃない確か。そっけ。ループ橋ね。何ループ橋って言うんだっけこれ。あのループ橋渡らなかったら、そういえば宮津行ったんだもんな。宮津に行ったから行くわけないから、宿191でずーっとあっちの下関の方へ行ったからな。ここは通ってないわけだ。そうか、仕事で通ったくらいなんだな。無料でしょ。違う、300m 先行くぞ。無料のはずだ、無料のはずだ。あ、ないね。料金所はなかったぞ。料金所はない。ないはずだ。ないはずだ。ほら、無料だ。よし。一部有料らしい。一部ね。おう、一応9号線なってんだもん。ん？違う？立雲橋だね。立雲橋、これ左だ。これ左。写真のマークがあるね。写真のマークでここを行って竹田城を撮れと。あー、みんなこれ遠足のように行くんじゃないの、立雲橋に。よし、これ左だ。いやー、あの山登ってくのかい、ほんとに。あれめっちゃ落ちた、ほんとに。あの山登ってくの。あー、少しでも登れっとこ。あっというのになぁ。立雲橋駐車場ってあったね、今ね。死ぬぞ、多分。ようこそ、立雲橋だぁ。ヘルメットおじさん、立雲橋よ。来たよ。竹田城だよ。バイクはここですか？バイク駐車場。来たよ。よいしょ。登んなくてもね、あそこから見えた、あそこに見えた、見えた、見えた、竹田町。最後まで40分かかるんだって、やっぱり。あそこから見えた。拡大で後で出しときますか、どう。ヘルメットはかぶんないで普通に行きたいと思います。 GoPro です。約30分、この険しい山道を登らなきゃいけない。竹田城の第三展望台、そこ。第三展望台、第二展望台。はぁ、あ、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 夏だったら大汗だね。竹田城跡展望台第一、あと15分かい。第二展望台。おお。でもあんな山の上にあんな石垣作ったよね。わが先生すごいよね。まだこの階段だよ。よいしょ。武田城だ。展望台第一まで。あそこに見えんだけど、残り10分だ。はい、してもうだ。疲れた。はいはい、あれだけだしょ。ダメだ。上から見るのと上から見るのはあんまり変わりなかったような気がするな。40分の登山、死ぬかと思ったよ本当に。300円です。じゃあ次お寺行きます。お寺行ってお寺見で靖国寺だっけかな、
靖国地っていう紅葉の綺麗なとこあるから、そこ見て、あと今日キャンプだ。大丈夫かっていうとこグーグル先生は教えてくれるね。山越えして9号線に出るんだ。へえ。あ、いいね。こういう道大好きよ。ヘルメットおじさんはこういう道大好きよ。福知山京都府入ったよ。ガソリンスタンドってあったっけかな。道の駅焼くのだね。ドライブに焼くの。この先左なんだよ。この先左なんだけど、ないね。はい、ヤクドの県道56号だな。ザーッあっちだ。ザーッあっちまで残り18分で着くよ。18分。ああ、これは蛍光管お出ましがギリギリで、パッカー靖国地着いたらガソリンスタンド検索だな。県道56号、山登ったとこからまだ兵庫県入りましたね。豊岡市入りました。京都お別れ、ちょこっとだけ京都走ったね。まだまああっちのマイグロノールで京都走るけどね。これかい、山彦シルク温泉館靖国駅あった。 1.4 キロ。わざわざこの10月の下旬に来たから見れるんじゃねえかと、ヘルメットおじさんは期待をして、最後の訪問ですよ多分今回。あとはマイナースポットポロポロっと帰り足で見れるくらいですよ。これが最後ですよ多分。多分ね、多分だよ。どうでしょう。おー、どこに止めたらいいの。ここなんだ、絶景スポット。どこが絶景スポットなんだ。あー、ガーンって鳴らした方がいい。はい、じゃあ靖国地、これで寺のそこの窓を開けるとすごいオレンジ色の、よく見た時あるんだよな、これなんだ。これが赤っぽくなって、それが綺麗に見えるんだね。ちょっと寺の方行ったんだけど誰もいないみたいで、で裏から回ってみました。公園から上がられるんだね。住職が勤めてるらしくて中からは見せられないっていうことで、ん？ここ行った？で裏から見てくださいっていうことでしたね。わかんないですね。ちょっとわかんないですね。ちょうどね、観光客の人、関西の人だな、喋り方きっと、にピンポンしてもらって、俺一人じゃなんかピンポンする勇気なかったんだけど、田島暗黒寺、暗黒寺って靖国寺じゃないね、暗黒寺っていうのはね、田島暗黒寺の由来。で、これを見たかったんよ、これ。これを見たかったんだけど、まあ赤くはなってるんだけど、今日住職不在なんだそうです。仕事に行ったって。あ、仕事してるんですかっていう話になって、住職がいないとあそこは開けてもらえないらしい。だから土日あたり来るといいのかもしれないね、もしかしたらね。まだ真っ赤でないからそんなに、あともう半月くらい経たないとダメなのかな、もしかしたら。でも綺麗でしたよ、綺麗でした、暗黒寺。ちょっと空振りだったな、ちょこっとね。